こんにちは、くんです。ということで、今回は島がたくさんあるから、この島を各個別攻略していこうっていう風な感じだね。で、そうだ、七島のこのポケ戦ってなんか別のもの売ってたりすんのかな。特に売ってないと。やっぱゴリラビ教授の力半端なくなってんな。なんで、ポケモンソーが新しく捕まえたタコ技とかって今持ってるんだっけ。あ、持ってるのか。タコ技何タイプだろう。毒、岩タイプか。技はハイパーボイス、溶ける、剣士の力、音波の力で攻撃で与える。このリックちょっと適当だからな。ちょっとよくわかんないよな。これさ、この、こうやってタコ技しか出ないのかな、希少ポケモン。ここに来たすんどらん。てか、これ。タコ技しかいないよね、希少なポケモンソとか言ってるけど。全然希少じゃなくね。しかもなんか長いし。これ多分もう行くべき場所ないよね。これ何これ。ちょっと、マジでよ、お前は本当に。こいつ専用の場所ってこと、もしかして。タコ技専用の場所だったってことなのかな、これ。タコ技しか出ない、マジで。ダミトモくんの冷凍ビームとか、ダミトモくんちょっと育てます。まあちょっと人育てといた方がいいような感じがするよね。よし。全然大したことない。あ、なんかあった。これは？ちょっと。もういい、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 いらん、いらん、もうタコ技は。希少なポケモンが出るぞって言われてタコ技しか出ないのも、そういうギャグだろ、これも。明らかに。しかも、もう溶けるとかしかしてこないし。何にもなんないよ、こいつ。もうマジで。これは？不思議な飴。倉持ちがレベル上がったら使うか。いや。多分レベル高いやつに使った方がいいよね。レベル上がりにくいんだから、結局。なんかこのタコ技なんか、テクシャバグってね。あ、治った。なんかテクシャバグってなかった、今のタコ技。なんかタコ技にもレアリティあんのか、どうでもいいけど。はい、ここはもうよしと。いらないということで。ここなんだっけ？バトルタワー。あ、やってみる。ここはバトルタワーです。バトルタワーって、なるほど。あ、これアボボじゃね。ちゃんとレベル40認めたい向けにレベルを下げてどうぞ。いや、ダメ。え、レベル40でしか無理ってこと。なんとしてレベルの加工、本来自分の分。まあ、ちょっとやってみるか。え、ちょ、待って。ちょっと やってみよう。挑戦する。はい。減らしてから来いってこと？え、多分今一番強いのって2時と23時ゴリラビだよね。ん？違う。23時ゴリラビ。誰連れてこう？ダミトムにする？よし、これでいくか。挑戦する。はい。行くぞ。いっぞ。ここ、7連戦、1戦目開始。ポケモントレーナーの僕の惑星が勝負を仕掛けてきた。編集者じゃん。え、わかんない。これ何が効くんだ、コウタに任せって。とりあえずノーマル系で。反動で動けません。どうすか？もうこれで、大丈夫？よし。最悪。しかも7連戦でしょ、これ。多分これ炎タイプだと思うんだけど、炎タイプに有効な技を出せるやつがいない。やり込み要素多くないか今回。まあどうする。スパーク、空手チョップ、まあスパークとかやってみる、試しに。あ、効果抜群だ。おじさん何なんだこれ。タイプフェアリータイプなのかこれ。よし、ノリ。あ、ノリ出てきた。空手チョップ。あ、効果今一つか。ギガドレイン、破壊光線で一気に潰すか。うわ、やばい。おい、死んだこれ。え、ちょっとむずいって。行けるところまで行ってみるけどさ。シャドーボール、よし。うわ、強いな、のりくん。ちゃんと属性とか把握してないとこれ多分勝てない。全回復しました。ああ、そういうこと。ポケモンストトレーナーのケケ。あ、ちょっと待って、倉持は、吹雪で多分、殺せるはず。は？
叫んな。2発目吹雪いくぞ。よし、まあ、あとレイトパンチで終われるだろう。よし、ダミトモ、あ、これダミトモにもね吹雪効くんだよね。え、ちょっとこっちが負けるか。なんか今微妙に一人見えたんですけど、なんか凍ったらやだな。よーし、 OK。 ハイダッシュってこれ何なんだ、これ何タイプだ。あー、効果今一つか。サイコキネスやってみる。マジこれゴーストタイプとか悪タイプなのかな。ちょっととりあえず破壊光線で。いや、ちょっと、まあ、ゴリナビ博士は相当強いぞ。自己再生すんね。おい、無駄になってる。一発が当たれ。こんなにミスる、こんなに当たらないことあるか普通。よし、やった。オッケー。ふう、これさ、いきなり初動動けないところからスタートするんじゃねえか。3戦目、ポケモントレーナー取ろう。おい、ちゃちゃが反動で動けない。これ空手ちょっと効くんじゃねえか。フェアリーだから効かないか。あ、効かない、逆ですね。破壊光線いっとくか。こいつなんだ、このフェアリータイプの弱点って何なんだ。すごい戦いになってる。なんかめちゃくちゃターンをスキップし合う、なんか謎のファイトになってるわ。あ、混乱した、まずい。まあまあ 3-on-3 で勝てばいいからね、結局これ。3対3のバトルで勝てばいいから、まあいけるんじゃねえかな、もしかしたらこのまま。たい焼き、これはスパークじゃない、効果抜群。まあまあ無理して突っ込んで良さそうだな、このままやられるっしょ。よし、あ、ネズコ風化。え、ネズコ風化の属性ってなんだ。てか土木風化出てくんのこれ。知らんポケモンとかたくさん出てくる。なんかとりあえず吹雪で。マジカルシャイン、まあまあよし。おお、全然入んないな、ダメージ。吹雪で、もう一発かな。よし、 OK。 3戦目、よーし。で、今度4戦目か。折り返してんだ。あ、ハイキングはダミトモのままでいいはず、確か。よし、氷はしなかったな。おい、マジかよ。あんま良くねえな。ハイキングってスパーク効くのかな。よし、超逃げロゼピン。何これ、悪タイプっぽい気がするけど、とりあえずなんか沼ってるぞこいつ。まあちょっとこいつ何なんだ、こいつは。もう無限に回復するつもりなのかな、これ。しびれさせたからまだ眠ってるっしょ。この間を利用して潰す。よし、海ケイン。あ、こんなんもう完全これやん。なるほど、ケインってこういう進化の仕方すんのか。なんかあんまり進化するポケモンさ分かってないよね。よし、スパーク多分大丈夫。よし、 OK。 で、5戦目、今度誰、住人。こいつ分かんないな、何が効くのか。空を飛ぶ、なんかあの原作の空を飛ぶとなんか違う挙動だな。騙し討ち、なんか騙し討ちするポケモン多くない、これ。飛行タイプ、ああ、そうなの、飛行か。イケコは悪タイプでしょ。悪タイプって、そうだよね、確か。
ですよ。あの原作のポケモンそんなやってないからさ、全然わかんない状況で戦わされてるんだよね俺。アニマミコ、こいつはなんだ。あーこいつも同じか。よしよし、これで終われるだろう。死なないんじゃね、ギリ。よし OK、 5戦目終了。次だな、次6戦目。7戦目は誰が出てくるんだろうな。誰だ、城の毒状態、毒に効くのはちょっとわかんないな。溶けるとかそういう系のスキル持ってるんだったら、なんか こういう系のスキルは沼だよね割と。こうやってちょっと変なことしない方がいいな。もうスパークでもう押し切る。押し切ります。はい、変な回復とかされなければ。よし勝った。はい、電光石火で殺します。はマジな、何タイプなの、ゴーストなのかこいつ。毒状態ゴーストタイプなのもしかして。タコワサ、タコワサってなんだっけ、まあ、こいつもなんで そんな大して大してあんまり溶け続けてんだけど。これもう破壊光線撃っちゃっていいんじゃないか。撃っちゃうわ。ほら、あダメだ、効果今一つだ。溶け続けてる、戦う気がない。うん、こういう系もの技持ったやつは沼だな。ヤチ、あヤチは電気でしょ確か。あれこれん、そうだっけ、違うか、 こいつ電気タイプなのか。まあ一応23時50分の確か最高記念室が確か効くはずこいつは。あおい最高記念室聞いてくれよ。よし OKOK 最終試合行こうか。タマークイーン、誰、おやおや久々に血が騒いでしまいました。え、お前なの、ゴドンか。ちょっとヒデとかわかんないって。エスパーなのかバリアってことは。今回今一つ破壊光線やってみる。なんかまあそれっぽい、まあ大丈夫大丈夫、やれるやれる、問題ない問題ない。沼ってる沼ってる、NPC 特有の沼、沼重ね掛けしてる。あー、鋼タイプか。鋼って、これじゃないっけ？だよね。よし。あ、マジ。電光石火。よし。おやおや、やりますね。ここは自ら戦うしか。は？出てきた！ゴドン。お互いなんか失ってる何かを。これは多分23時50分じゃ持て余すから、ゴリラビをしっかり回復してゴリラビでとどめを刺す。スパーク連打でいくか。反動で動けないってなんかズルしてない、なんかなんかさ、ゴドンさんズルしてない、なんか動けてない。あーえ、なんか動けてるよね、なんかゴドンさん。しびれて動けなかっただけで、なんかゴドンさんの赤い光線関係なく動いてない。よし。まあまあいいや。とりあえず潰せる潰せる。大したことなかった。よかったー、ゴリラビが。ゴリラビ様々だな。OK。勝者くん！やったね。岩砕きを進呈します。フィールドアンプのどこでも岩砕きを使います。これにてバトルタワー終了です。よーし、よかったね今回は。今回はなかなか進展あり、タコワサを捕まえて、さらには岩砕きまで覚えてしまうというわがままな感じの、かなり進展したな。こんなに進展すると思わなかった。絶対バトルタワー無理だと思ったわ。だぶゴリラビ教授強いんだな。もうなんかいいね、なんか活躍しなかったポケモンさんが活躍していくの、なんかちょっと夢があっていいな。ということで、今回もポケソトモンスターやっていきます。今回は、ここなんだっけ？この跡地、ポケモンソ研究所跡地。ここ行ってみるか。これ、何があるんだ、ここ。普通に、あー、ヒデだ！ヒデ捕まえてみる？なんか、どうだろう、これ。何タイプなんだ、これ。あんまり、
おお、死んじゃった。ああ、どうなってんのここ。ただ広いだけなのかな、これ。ヒデがすげえいる。なんでこんなヒデいるの。もうちょっと捕まえるか。効果今一つ。どうする、じゃあ23時50分の、ね、念力とか一発打ってみる。全然効いてない。何タイプだ、これ。タコはさ、ハイパーボイス。しょうもな、何これ、しょうもな。タコはさ、もう一発。だこいつ攻撃できんの、ヒデって。そろそろいいんじゃね、持ち物。モソスターボールってこれってさ、このポケモンソってさ、弱らせること意味あんのかな。あ、いやマジ弱らせてなんか意味あるのかよくわかんない。なんかあんまり確率変動してないけど、とりあえず投げまくれみたいな感じがなんか最適解だね。とりあえずモソスターボール投げまくります。ちょっとダメダメだな。よし、オッケー。サルキを捕まえた。え、なんかちょっとバグってね。鉄サルキ捕まえたって出たぞ。え、電気悪タイプ。一旦23時50分預ける。いや、やめとこう。ダミットもぐらいにしても預けるの。ちょ、成長枠、技設定、電撃波、パエングルマ。なんか すごいなんか覚えれるのが、なんか変な覚え方するね、こいつ。ヒデ戦闘にしとこう。これヒデしか捕まんないのかな、これ。もしかしてここな、1匹しか、なんか1種類しか出ない説ない。殺してレベル上げとくか。なんか何もしてこないこれ。なんかポケモンそのレベル上げる用の場所までない、これ。何も多分、おそらく攻撃スキル持ってないぞこいつ。なんかポケモンそのレベル上げる用な、4打目やっぱ5、あれか、電気に電気やっぱ通んないんだ。まあ、電気系のやつ、まあでもゴリラビいるから、もう火でいらないな、これ。これ火でいらんわ。ゴリラビで電気使えるもんね、スパーク一応。雷とか使えるんだったら別だけど、雷使えるようになるのかな。どうなの、ちょっと待って、技設定、切り裂くせみたいな続き、輝き、やめない。ここは多分意味ない、行く意味ないと思う、多分。一応左も右も行ってみる。おお、匠だ。効果抜群。あー、そっち冷凍タイプか、氷タイプか。いらんな。雷パンチ、え、ちょっと捕まえてみる。何タイプか死になるな。どういうあれなんだ、モソスターボール。よし、匠、電気氷。え電気氷、何もないとすぐに神剣士を立ててしまうポケモン。そう、ここは匠とヒデだけっぽいな。なんかあとさ、なんかうろつく場所によってなんか変わらねえ、これ。出現するポケモン。そう、よーし、オッケー。よし、ここはもういいや。行くべきところはここ。伝説のポケモン、そういるんでしょ。なんとか行ってみる。あ、サキちゃん、サキちゃん何タイプだこれ。竜の怒り。え、じゃあ冷凍ビームかます。サキちゃんってドラゴンタイプなんだっけ。そういえば何がドラゴンなの、サキちゃんの。鬼火、なんかサキちゃんよくわかんないよね。なんかこうどういうジャンルの人なのか、なんかいまいちわからん。まあゲットもいいかな。ポケモンソ図鑑コンプリートは目指してないから、今のところは。アニサキスだ。なんか雰囲気的に水タイプっぽい色してるけど、やっぱり。あ、おお、はい。今さら居合切り来るんだ。不思議な雨。そういう意味ではアニサキスゲットしてもなんかいいのかもしれん。あ、ワド何タイプなんだろう。効果今一つ。ギガドレイン。くす、ん？なんだこのタイプは。効果抜群。力が見えるな。あれ？いけねえ。ちょっとさ、これワードゲットしてみたくない？試しに。ギガドレイン。でもドレイン系ってあんま強くないんだよな。なんか技がそんなに。何タイプなんだろう。草とかなのかな。でも草タイプもいないよね。うち氷とか炎になんか偏ってるよな、なんか。よし、そんなに
そんなに強いかっていうと微妙だな。とりあえず匠をちょっと鍛え上げるところから。さきちゃんめんどくさい攻撃をしてくるね。匠35ぐらいまで上げとく。35ぐらいまで上げとけばまあ一軍で使えるだろう。一匹最強を作るよりもね。35まで上げましょう。あヨッシー、これ伝説だ。伝説のポケモンおる。この神聖な森に土足で足を踏み入れたのは誰だ。我をヨッシーと心得ての諸教官。こんなキャラじゃねえぞこいつ。殺しきらない。ちょっと待って、レベル50って何？レベル 50？ 効果抜群なんだけどさ、全然減ってないんだよね。おい、マジかよ。簡単、無視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 で。よし。簡単、あんまり関係ないよね。なんか普通に、凍った。ちょっと待って、これ、チャンスじゃない？うわ、マジ。いや、待て待て。凍ってる間チャンスだと思う、多分。マジか。おいおいおい、ちょっと、呼ばらせないとダメか。さすがに。ゴリラビ教授出して、破壊光線一発じゃ死なねえだろ、多分。うん、破壊光線一発じゃ死なねえな。電光石火も多分死なないはず。じゃ電光石火無理なんだ。15ダメージ。あ、大丈夫だ。まだいける。よかった、生き残って。もうミリじゃん。これ以上は無理だよ、多分。これ以上やるんだったら、もう多分、モゾサーボール捕まんないってことだよ、俺も。まあ、何回かやり直すことになるのかな、これ。多分。よし、OK！貴様についていこう、くん。なにこいつやばくない？よし。格闘ドラゴンタイプ。相当強いよ、多分。こいつ一人でどうにでもなると、多分。だよね、多分。こいつだけでも大丈夫だよ、多分。口から竜を吐き、卵を投げ、赤ちゃんを背負うポケモンそう。ん？口から竜を吐き、卵を投げ、赤ちゃんを背負う。あ、まあ、それ、ヨッシーの原作の話ね。赤ちゃんってマリオだろ、多分。ベビーマリオでしょ。これはでも強いの。ありありあり。白金山登れそうだぞ、これ。よし。すごいなぁ。鈴木姉さんとかあの辺ってどうやってゲットするんだろうね。これ何ここ。ポケモンストレーナーが修練を重ねる場だ。戦ってみる？この ADHD と。おい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 。戦えないぞ、お前。ちょっと。おい、ちょっと。ふん。やばい、ノルノルか。ノルノルさん何なんだ。マハパンチ、爆裂パンチかましてみるか。姫ノルノル。すごいな、ヨッシーの力。マッハパンチ。混乱してるから多分大丈夫だろう。もうなんかヨッシーゲームだな、これ。イニン。確かに強いな。これイニンって何系だ、これ。炎のパンチ。大丈夫、ヨッシーはそんなの効かない。爆裂パンチ。よし。クリボー、さすがに、ちょっと、もうちょっと頭つけて戦うか。サイコキネシス。はい、効果ありませんと。ヨッシー強すぎやって。よし、オッケー。修行なんてやめて、七島の女の子と遊ぼうかな。まさか。なるほど。これ先上げて何タイプだっけ。いや、カウンターは無視で。よし、カウンターガン無視。ワドルドは電気が効くんだっけ。ワドって違うわ。ちょっと頭もうちょっとさすがに若干頭使いながら戦います。他のポケモンのレベルが上がんないと、なんか氷系のやつが来た時終わるから。ゴリラビ教授、あ、これはレベル上げのためにちょっと倉持で倒します。大丈夫か、倉持で倒せるかこれ。大丈夫かなこれ。持ち物、
回復。え、まず匠にして匠でとどめ刺すか。よし。これ塔だろ。鈴木姉さんはいなくなったドラゴンタイプは未だ健在。このその力を思い知るか。いや多分大丈夫だと思うよ。いやでも強いな。ユッキーもレイトビームで OK。 効果抜群になんないかな。よし。え、な、なに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 、アーケン竜門アーケン、なにそれ竜。おい、ちょっと待って、ドラゴンのタトゥー入ってるぞこいつ。やば、すげえな。思い知らされた俺だ。え、ちょっと待って、なんだった。あ、なるほど。ということで、次回白金山登ります。最後ですね、これ多分次最後になると思うんだけどな。よっぽど強いやつが上で待ち受けてない限りは、ヨッシーぶっぱでどうにかなると思うんで、次ラストになるかな。はい、ということでジジです。今日は白金山登っていきましょうか。ポケモソは、ちょっとヨッシーを温存しつつ、上まで登っていきます。もしかしたらなんかバトル系のものがあるかもしれないんで、白金山登っていきますよ。行きましょう。これどっち行けばいいんだ。はい、何が出てくるんだろうねこれ。お、マチャカリか。何タイプだっけこいつ。抜群だ。オッケー。ちょっと匠を中心にちょっとやっていきます。匠のレベル40ぐらいまで上げたいな。なんか最終的になんかライバルとかいんのかな。アボボとかいんのかな。あ、土木風化だ。え、どうする。とりあえず電気、あー捕まえるか。土木風化ちょっと欲しい。え、マジ？モソスターボールねえんだよな。ちょっと。おいおいおい、何してくれてんだ、マジで。おい、やめろ、もう無限ループ、あんま、俺、風がふざけんな、お前、マジで。ふざけてる、風が。モソスターボール。まずいな。もう一個しかねえんだけど。マジかよ。ちょっとこれモソスタボール買いに戻ろうかな。今なら買えるで。大変失礼いたしました。いやー、風花捕まえたかったね。しかもエスパー系か。23で50分いるから、まあいらないっちゃいらないけど、まあ風花だけじゃなくて、もしかしたら伝説のポケモンスいるかもしんないから、ちょっとこんなに買っとけば、まあいいだろう。よし、行くぞ、再び挑戦だ。鈴木姉さんとか伝説のポケモンソで固めたかった感じはあるよな。この地方に1匹しかない。てかさ、あれゲットできたのかな、もしかして塔から。え、どうなんだろう。あ、風花いる。ちょっとだけ、ちょっとチャレンジするか。あ、しびれた。風花さん、あ、眠ってる隙にゲットする。眠ってたらゲットできんじゃね。しびれてる上に眠ってんだよ。いやー、マジ。え、でも大丈夫だろ。何発か食らわせといたら。いや、なんか頼む。よし、 OK。 あ、フェアリータイプなんだ。マジカルシャイン、催眠術はさすがに。マッハパンチ、サイケ光線、催眠術、マジカルパンチ、今これかな。多分これでいけば多分風花も活躍できそう。もしかしたらボス戦的なのでも使えるかもしれないしな。イニンだ。イニンもなんか雷系効くんだっけ。冷凍ビーム効かなそう。あ、いけた。よーし、レベル40までいったらちょっと別の。あ、岩砕き、あれ回避か。ここまで来たら割とね。よし、 OK。 いろんなのの総決算これ。はまたいいんだ。
いや、ちょっとイニーはちょっとめんどくせえから。岩砕き。よし、ちょっとなんかラスボス感出てきたな。いいね。おお、なんかいる。アボボじゃね？これ多分ラスボスだ。ラスボスだよな多分。くんか。俺はポケモンソリーグで負けた後もう一度自分を鍛え直した。一からだ。あの時の俺とはもう違う。もう一度俺を戦わせてくれないか。さあ勝負だチャンピオン。かっこいい。イニー最初来んの？全然効かないな。何が効くんだイニー。とりあえず分かんない時はヨッシーで行くか。あ、効果抜群になるなこれ。まずい。ちょ、ヨッシー出したの間違いだ。23時51分か。53レベルってやばくね。よし。R18 よしか。何タイプだよ、これ。あ、で、電撃いけるんじゃねこれ。雷、多分、よしこ、水でしょ多分。雷いける多分。うわ、それでも85か。ちょっと微妙だな。まあ、ヨッシーでいく？これ、リーフブレードいくか。効果抜群じゃないのか。いけ！マジ？よし、OK。女子大生、あ、多分これは対応可能だから、ちょっとここですごい傷薬を使っとくよ、シール。効かない、効かない。で、水系がないんだよな。ちょ、23時50分で、いっか。ちょっとやばくね。なんでアクタイプには、なんか効かないんだろうね、そういえば。アーケン。できれば匠出したいけど、あ、匠出せねえんだ。ちょっとね、ドラゴンタイプだろ？出せねえな。ドラゴンにドラゴンにぶつけるしかないのか。効かない、効かない。よし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 、いいぞ。ドラゴンにドラゴンぶつけよう。おい、マジ？起こせ、目覚ませ、目覚ませ。よーし、OK。無色夏。え、なに、無色夏？爆裂パンチで食らわしとか、とりあえず。よし、混乱はさせた。で、混乱させたから、その間にすごい傷薬で、よし、治療して、ドラゴンクロー行くか。よーし、OK！陰キャ転生、お前に負けまでずっとボックスに預けていた。お前に負けてから必死に育てた。俺の思いに応えてくれた。本来なら習得が不可能な技も練習した。鍛え抜かれた俺の切り札だ。俺の相棒、陰キャ転生。ニックネームなんて言った今。なんか一瞬でなんか終わっちゃったぞ。うわ、効果抜群。来た。待て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 。空を飛ぶってなんだよ、一体。いや、多分いける。はい。ゴリ押し！ヨッシーの前では陰キャ転生なんて造作もないな。これでも俺は勝てないのか。強かったよ、くん。やっぱりお前が最強のポケモントレーナー。いや、ポケモンソマスターだ。あー、これで真のエンドがトゥルーエンド来たか。君はポケモンソマスターだ。いやー、よかったねー。これで終わりか、真の。本当に終わりっぽいな。いや、楽しかった。マジで楽しかった。あー、よかったねー、これ、この作品。普段なんかこう、ありえない組み合わせいいよね。匠、西と、あ、よく考えたらこれ23時とゴリラビ以外は古参だな。まあ、風花ほとんど使ってないけどさ。風花、西とヨッシー、匠。いいね、建国クラフトの香りがします。ゴドンどうなったんだ。七島で戦ったゴドンはなんかシャーシャーといるのかな。いる。普通におった。スカンツメは順調そうな。今のお主は26匹の。この地方には伝説のポケモン3体おるそう。2体でいいから捕まえたらわしに教えてくれ。あー、でもポケモン層でもいなかったよね、伝説の。なんかもしかしたらあれなのかな、どっか洞窟とかにいるのかもね。なんか 俺が行ってないようなさ。結局見てないですね。まあちょっと皆さんの力で伝説のポケモン層を探してみてください。多分鈴木姉さんとヨッシーっていうのは伝説のポケモン層で把握してるところかな。はい、ということで、お？なんだこれ、ケインか。ってことで GG です。